米だ米だ米だ一米だ。なんかね、そんな今出た金子もなんか今日こう今日ね、だからめいめいと取ってくるよとか言ったら、ほんとよろしくみたいな、めいめいよろしくみたいな、ほんとなんか頑張ってるからほんとなんかよろしくみたいな、めっちゃ言われたよ、なんか親みたいな、そう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 、めいめいほんとしっかりしてるからみたいなありがとうございます、きんちゃんって言っていた。そうですか、きんちゃん、うん、でもなんかきんちゃんめいめい好きだからさみたいな言ってたよ。ほんとですか、うん、言ってた言ってた、ほんとにほんとに、最近でもなんか可愛がってくれるんです。あ、そう、妹みたいに見てくれてなんで金子がなんか髪の毛とかもなんか、うん、めいめいこっちの方がいいよとか言ってくれて、うん、じゃあこっちにするねとか言ったらすごい喜んでくれます、うん、やったみたいな。何それ、きんちゃんさんもそういうの。あとは MC のなんか楽屋で打ち合わせするじゃないですか、うん、その時にきんちゃんが私に今日のお題なんだっけっていうのを毎回聞いてきます、うん、あ、もう把握してないんだね、前日に決まってるのに、うん、なんか前日に決まってるの、MC なんだっけとか言って、うん、なんか前とかには聞こえないようになんだっけなんだっけとかめっちゃ聞いて、あ、そうか、怒られちゃうからね、なんとかだよって言って、うん、あ、そうだわみたいな感じでダメじゃん、もう。いやでもそれがでもきんちゃんなんで、うん、なんか梅ちゃんとかもうん、そうだよねとか言って、きんちゃんの、うん、終了後で考えるのね、うん、うん、とか言ってみんなそんな感じですもう、ね、ちょっと似てる、梅ちゃんのそう、金子ね、打ち合わせ嫌なんだよね、あの子ね、嫌いなんでしょうね、そう、嫌いなんだよね、自分でも言ってたもん、あ、自分でも言ってました、なんか研究生公演で、そう、打ち合わせ、あ、もううちらもさ、やっぱさ、5期とかさ、6期とか慣れてない月だったから、まあ一応把握しておきたいなって回す立場としてもって思ってだけど、なんか普段打ち合わせその参加してないからみたいなで、きんちゃんはもうめっちゃせかしてきますもん、なんか、え、今終わった、もう終わったみたいなそう、なんかだから嫌なんだって、なんか打ち合わせするのが嫌らしい、なんか多分きっちり決めるのが多分嫌なタイプ、そうそうそう、言ってた言ってた、でも私もそっちのタイプです、きっちり決めるのは嫌です、うん、なんかそう、なんかそれは別にきっちり決めようと思って、まあ、うん、まあね、みんなやり方あるじゃん、まあ、いいわ、昔はさ、正直さ、ジャンルの MC とかもめっちゃきっちり決めてたじゃん、あそこまではしなくていいと思うけど、うん、なんか流れだけ一応把握しとこうかなみたいな、きんちゃんもマイペースなんで、マイペースだねそれがいいとこでもある、うん、今もガチガチに決めてんの MC、 いや全然もう何話すって言って、ぐらいこんな感じだよって言って、じゃあ締め決めるねっていう感じで、でもきんちゃんも最近はなんか参加型になってきて、あ、そうなんだ、この間はお題を決めてきたんで、自分でどうしたの、もう急にお題、なんか、うん、やった私のお題採用みたいな、喜んでましたよ、あ、そうなんだそうです、なんか気まぐれですね、気まぐれですかねどうしたの、いいことが何かあったのかな、そうどうしたんですかね、音符ついてたんで、多分いいことあったんです、あ、そうなの、音符ついてたウケるな、ほんとに、きんちゃん面白いですよ、同じ MC、え、同じです、あ、そうなんだ、しかも隣なんで並ぶんで、あ、結構一人で喋ってます、みんちゃん、なんか一人でマイク外してなんか私に喋りかけてきますもん、マイク外して話してるのなんとかだよねみたいな言ってきて、言わないの、きんちゃんでも言いますよ、たまに突っ込んだり、うん、でも自分が突っ込まれることは多いですもん、きんちゃん、まあね、きんちゃんが突っ込まれる、猫はそうだね、生かしてあげなきゃいけない人だから、そうですね、人も生かしてあげなきゃいけない、うん、じゃあ前半後半、前半です、前半か、誰がいるのメンバーは、まあ梅ちゃん、ゆまな、きんちゃん、私、あやちゃんで、今はアンダーの子が2人入ってくれて、それでもやってます、前半 MC は。おー、誰が回すの MC は、一応仕切りはなんかマイマイになってます、前から、で、まあみんなちょくちょく自分たちで入ってってっていうのはありますね、で、そこで突っ込んで、突っ込んでやってます、独自な感じ、本当ですか、なんか毒舌ってどういう意味か分かんなくて最初、なんだろう、だからまあでも全然、あー毒舌ね、巫女にあんのでもな、ルミさんみたいな感じ、そう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 、あーなるほどなるほど、うん、あでもたまにそうかもしれないです、でもそれがなんかみんないいとか、その彼子もいいっていう、同じですか、あれ、金ちゃんは、うん、なんか結構金ちゃんの話になるんですけど、うん、なんかはけ MC でイエーイってはけてて、うん、着替えるときにめいめい今日のツッコミ良かったよとか、何それよ、めっちゃ言ってくるんですよ、何なんだよ、 ありがとうあいつ何なんだ本当に結構なんか言ってきます、そういうことは、お気に入りだから、あ、そうなんですか、金ちゃんのお気に入りですか、ありがとうございます、
そうなんだね。でもその MC の部分もね、伸ばして、はい、そうですね、いけたらね、伸ばしたいとね。したら次がね、はい、メンバーどうなるんですかね。公演にもよるだろうけど、どうだろう、ね、新生だと喋る人いる、いっぱい喋れそうな人 MC でですか。うん、でもなんかいろいろメンバーとかスタッフさんに聞いたのは、ゆっこさんが結構 MC 頑張るって自分で言ってたみたいで、だからなんか多分ゆっこさんも私のキャラ分かって、なんていうんですか、まだお互いのこと知らないじゃないですか。分かってないね、多分。だからなんかちょっとずつ打ち解けてって、なんか知ってもらいたいなって、うん、おー、なるほど、MC ね、はい、頑張ってほしいなと思います、はい、ありがとうございます。でね、そんなですね、次がですね、はい、アルバムの MC で料理してましたが得意料理ありますかっていう、 MC じゃない、アルバムのミュージックビデオ、一人ミュージックビデオ、うん、あれ得意料理はカレーとオムライスなんですけど、うん、なんかカレーはおばあちゃんに教えてもらったんですよ。ああ、そうなんだ。で小学生の5年生の時に、うん、なんかキャンプ行くじゃないですか。はいはいはい、行くね。その前になんか試しで作ってみようって言って、うん、それの前に私おばあちゃんに教えてもらってたんで、なんか結構手際よくできるとか、うん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 、そっからカレーは結構作るようになった。おー、ミュージックビデオでは何を作ったりしてたの？なんか野菜焼いたり茹でたり、うん、あとパン焼いたりなんですけど、うん、まあ、あれ本当はもう言ってないんですけど裏で言うと、まあまあね、そうだね、もう今だから言えるね、今だから言います、うん。あれ別になんかパンを焦げたシーンがあって、はいはいはい、めいめいパンも焼けないんだみたいに言われた、うん、とかって言って、いや私これ作れますよみたいな、うん、でそのそうやって言われたファンの人には、でもあのパン作ったのはなんか私じゃないんでみたいな、遠回しにね、違うよみたいな、ちょっと違う、作ってないんですよっていうのは言ってました、うん、あなるほどね、はい、そうか、でも信じてる人がいるんだよ、あれで料理できるんだねって思ってる人が、まあ、実際できるからいいけど、うん、やった、そうそうそう、まあ、でもパンは焦がさないですよっていうのが一番言いたいです。まあね、そこはね、間違いますよ。なかなか焦げるのなくないですか、パン。確かに。そうだよね。だいぶですよね、焦げたら。うん。なんで多分大丈夫です、そこは。大丈夫。そこは大丈夫です。大丈夫です。いや、でもね、懐かしいね、ミュージックビデオも。去年ですもんね。結構前だよね、なんかそう考えると。懐かしいな。ね。じゃあ次はですね。はい。自分のことを誤解されやすい性格だと思う、うん、誤解されやすいと思う、まあ、結構誤解されてますけどねされてますけどね、そうなんですよ、されますけどね、なんか本当にていろいろちょっとグータスであなた炎上してるよね、何回かね、うん、そう、誤解されやすいな、なんでですかね、私もちょっとびっくりしたけど、そこみたいな、ついてくんのそこかよみたいなね、え、なんでだろう、うん、なんで誤解、なんか多分言いたいことを言っちゃうんでしょうね、私言いたいことを言っちゃうから、なんか多分ファンの人もなんかみたいな、多分言われたくないこともあるじゃないですか、でもそれを私は言っちゃうから、なんかファンの人もえってなる時もあるし、それは何の時、握手会とかで普通にググタスとか、なんかツンデレって言われるんですよ、私、はい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 、ツンツンする時もあるし、デレデレする時もあるし、でも私のファンの人はなんかそれを分かってくれてる人がいる、たくさんいるから、うん、なんかなんていうんですか、楽しんでくれるっていうか、だから結構優しいファンの方だなって思うんですけど、うん、でなんかそれを あとはなんかメンバー、いろんなメンバーと仲良くしちゃうんで、うん、別に自分ではいいことだと思ってるから、まあね、うん、なんか普通に他のチーム外の人とか、うん、もうまあ選抜メンバーも仲良くしちゃうしそうね、選抜メンバーね、それを否定されたから、ね、なんか私はなんか、うん、何がいけないんだろうと思って、まあ炎上しちゃったというかあれね、最近ですね、でもめっちゃ最近です、そうそうそう、これ質問にもあったけど人気弁と絡むの好きだよねって、えぇ、ー、って感じだよね、なんかなんかはやってなりません、なんかさ、なんていうの、逆に言うとさ、たまたま仲良くなったのが人気のメンバーだっただけっていうことじゃない、うん、なんか別にそのファン、書いたファンの人に別に否定するわけじゃないけど、うんうんうん、なんかたまたまだし、うん、まずナオとかカノンとかについては同じチームだし、うん、なんか仲良くなるもならないもなんか同じチームだから別に普通じゃないですか、うん、仲良くなるのは、ね、うん、思うよそれは、でなおのことを書いた時になんかそうやって書かれたんで、うん、なんでだろうと思って、うん、でなんか
なんていうんですか、なんかジュリナさんとは私が前から好きですって言ってて、はいと当時から好きだったんですよ、うん、だからそれでジュリナさんも本当って言ってなんか可愛がってくれるようになって、連絡先もなんか教えてもらえるようになってみたいな、でなんか遊びにも誘ってもらったんで、なんか普通になんかなんていうんですか、別に人を選んで別に仲良くしてるわけじゃないから、だから別にこの人人気よし行こうみたいなのは別にね、そういうわけじゃないです。だから普通にチームのみんな好みとか、別にみんなと仲いいし、K2 さんとかもあったら喋るし、S さんもなんか突っ込まれるときは突っ込まれるしみたいなのは多いんですよ、全然。なんであんなことになった？全然あります。めっちゃ受けたからね、私。笑わないでください。じゃあコメントしてくださいよ、なんか励ましのコメントしてくださいよ。コメントどうしようと思って、でもちょっとこれは私もさ、結構さじゃあなんか巻き添え食らうっていうか、なんか巻き添え食らっちゃう風にしちゃうかなみたいな、なんかコメント書いて、なんかさ、りーちゃんのさ、あのりほさんのやつがなんか髪染めたやつコメントしたらさ、なんかめっちゃさ、なんか私が延長させたみたいな人だから、なんかおせっかいだから、そういうのだから変に巻き込んでなんか大きい大炎上になったら困るなって思ったから放置放置なんかで、マキコは、なんか結構いいコメントくれて、なんか、なんていうんですかね、なんか私と仲良くしてるから、じゃあ私も人気メンバーなのわらみたいな。でも、あ、そういうことね。でも、なんか、メイも、なんかそういうのを、なんか、なんていうんですか、スルーっていうか、そういうのも、なんか分かりつつなんかスルーするのも大事だよっていうのを書いてくれて、もうなんかファンの人もマキコよく言ったみたいなコメントに、なるほどね、マキコの言う通りで気にしなくていいよみたいな、よかったね。まあでもだから別にそういうわけじゃないんですよ、なんかさ、なんて言えばいいの、なんか目についちゃうよね。なんて言えばいいの、なんかそれ以外はさ普通でもさ、なんか一個さそういうちょっとプチンってくるのがあるとさ、そうです、多分人間ってそういうもんですよね。そういう作りになってるんですよ、人間って。私がね、そういう人、私は、私もそういう人、プチンってきてパッて言ってブワってなる。だからそれしかもう印象に残らなく、なんか頭の中でそれ分かってるんだけどね、他に違うのもいっぱいあるのに、他にファンの人もなんか、なおちゃんと仲いいんだよ、いいねみたいな、これからも仲良くよろしくねっていうのもあるけど、なんかそれがついちゃうからなんかみたいなって、なんでなんでと思っちゃって書いちゃう。まあね、だから多分誤解されるし、言いたいこと言っちゃうから。なるほどね。気をつけたいと思います、そういうのも。まあそうですね。別に私はそんなね、自分が結構炎上してる人だから、まあ別にいいんじゃないと思うんだけどね。そうそう、でも言いたいことは言っていかないとっていうのもあるんで、まあそこはね、我慢してね、誤解されてるよりはちゃんと言った方がいいと思う。まあ解けたかな、これまた一つ、はい、あれからなんか言われたりしたの、ファンの人とかは接してない？接した？なんか書いたんですよ、朝に、はい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 、はい、なんか昨日はまあすいませんと書いたら、なんか怒られ怒なんか 2,3 人なんか、なんかあなたはアイドルだから、なんかそうやって広まるのも早いしみたいな、だからなんかそうやってなんかそうやってコメント書く人もいるけど、あなたが書くことによってその人もかわいそうですよみたいな、結構怒られたんですよ、2,3 人に。でなんかそれもなんかうーってきて、なんかはぁって思って、なんかめっちゃなんかイライラじゃない、イライラはしてないけどなんか辛くなってきて、だからなんか他のコメントもめっちゃ必死に見て。そうだね。そう、まあそんな気にしなくて、まあ今はもうね収まったことだからね。そうですね、みんなで仲良くしたいなと思います。なるほど。あともう一つ私すっげー聞きたい、聞いていいのか分かんないけど聞きたいことがあるんですけど、いいですか？何ですか？